ゆるき、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。自民党総裁選候補を占う5回目。高市早苗さんを占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。個人鑑定の申し込み方法とか、猫チャンネル、動画概要欄から飛べます。で、40歳以上の真面目なマッチングサービス、待ち寄る会員様増えてるので、ぜひご活用くださいね。で、願いを叶える手帳、ライブの旅に使ってます。あと、意味が書いてあって誰でも簡単に占えるタロットカードとかブレスレットとか販売してます。さて、高市さんにようやく来ました。だ推薦人がね、20人の壁が大変らしいのよね。みんな、皆さん。で、高市さんは小林さんとどうやらその推薦人が被りそうだぞみたいな。小林さんが、なんか、安倍さんのと関わりが深いらしいのよね。どうやら記事見てると。高市さんもそうじゃない。なので、この安倍さんの周辺にいた方のから、なんか奪い合いになるんじゃないかみたいな。で、小林さんはもう出ますみたいなもう言ってて。高市さんもツイッターで、なんだっけ、心を固めている、みたいな表現で心を固めている。とは言ってるけど、推薦人を今確保している状況なのかな、今、今日現在。はい。パパダス秘術改めて見たら9-7。これ、今見ると、って思ったのが、この前、バイオリニストの佐久間先生とコラボした動画で、作曲家のね、作曲家とか演奏家とかのパパダス秘術を分析するみたいな動画あるんですけど、ブラームスと同じなの。でもわかんないよね。クラシック好きな人じゃないと、あーってならないよね。ブラームス、その時に私がブラームスについて言ったのは、何？その動画の中で登場する作曲家の中でダントツプライド高い、気難しい感じだと思うって言って、あーそうだよねって、難しい、ほんと難しい曲が多いよねって、なんか、初心者が弾いてはいけない曲ばかりだよね、みたいなね、話になって、そう、ブラームスと同じだって思った。それだけ。高市さんも、そうだ、プライドとかは、高いと思う。と9と7でしょ？めちゃめちゃ考えすぎるくらい考えちゃう人じゃない？ね、いろいろあれやこれや。シンプルに考えるのがさ、河野太郎さん、3の1。多分対局にあるのが河野太郎さんのこの3、1とかだよね。3と9って真逆なんで、3が子供で9が大人なので、あ、全然違うなって思った。河野さんはシンプルに、単純に、素直に、みたいな。もう心の赴くままに、みたいな。高市さんはもうパンをこねこね、うどんをこねこねするように、熟させて、こねこねしちゃうタイプじゃないかさ、って思った。9-7。でも未来数がね、1だからね、そろそろリーダーになろうかしら、みたいな。そろそろっていうか、前もだけどね、もう前からだけど、1が強くなってきてるんじゃないかしら、って思ったり。はい。続いてじゃないよ。何を占うかというと、タロットさんから見てどんな人か、総裁としての資質は、日本国民のために働くか、外交手腕はどうか、党内の人望はどうか、国民に支持されたり愛されたりするか。で、もし総裁になったら日本はどうなっちゃうのか、もし総裁になったらご本人の仕事はどうか。はい、タロットで占います。今日は、ごめん、日にちが違うよ。19だよ。明日ライブだ、20日。さて、タロットさんから見てどんな人？あ、ちなみに、我が家、全員で、4人で、私と夫と、ティラミスしめさばで、明日ね、国会議事堂の見学に行ってくる。連れてってくれる、お友達の議員さんがいて、って言うとさ、玉木の家は、その議員さんの、と仲良しで、その党のあれなのって、思われるかもしれないけど、党とか全然関係なく、個人的に個人的に仲良くなった方なので、全然政党とか何にも一切考えずに、本当に国会議事堂が見たいですみたいな。そう、なんかね、
ツアーで連れてってくれるっていうので、北海カレーを食べませんかみたいな。行く行くみたい。行きたい行きたいって、国会議事堂なんて、いつ以来、小学校とか中高とかなんか見学した以来だからさ、大人になってから行ったことないやと思って。カレー食べたい食べたいみたいな感じで行ってくると、これ動画にできないか。どうなるとちょっと、一応カメラ持ってるけど、うん。ね。動画にできなくても、なんかレポートはするよ。国会カレーがどうだったみたいな。はい、高市さん。どんな人か。高市さんも国会カレーを食べるのかしら。高市さんは言葉の使い方がとてもお上品で綺麗よね。ああいう綺麗な、なんとかでございますみたいな、なんだろうね。わかんないけど。綺麗な、こう、語尾とか、できないな、私、と思って。そう、高市さんの喋り方見るたびに綺麗に喋るなと思って。ロットさんから見てどんな人が、ちょっと、そうだなぁ、ソードだらけだなぁ。おぉ、ズバッと出ました。太陽に対策注意点が出てるのは素晴らしいけど、信念があるのは素晴らしい。あと、感情、愛情。まあ、これは国民に対する愛情かもしれないし、なんか、感情及び信念の部分は、とても並々と、ガシッとしてるんだけど、ただいかんせん、ソードの8とかソードの10とか、結構、この、ぐさぐさ、来てるね。ぐさぐさ刺さってんな、みたいなソードが。なので、どんな人かって言われると、ちょっと、視野が狭くなってたり、自分で自分に制限をかけちゃって、こうすべきだ。自分はこうしなきゃいけない。こうせねばならない。こうしないともう死んじゃうくらいのなんか制限を自分でがんじがらみになんかもうねかけちゃって、それでこうちょっと視野が今狭くなってないかしらみたいな感じがする。そうね、ちょっと大変そうね。ソードの10とかソードの8が一緒に出ちゃうと しんどそうだよ。なかなか自分で自分の首を絞めてるみたいな、自分で自ら苦しんじゃってる感があるな。対策注意点に太陽が出てるので、本来の高市さんらしさとか、もっと伸び伸び、もっと視野を広く、その制限から脱出できたら、すごく生き生きしそうだけどね。素晴らしくなりそうだけど。そんな感じが出ましたよ。はい。で、総裁としての資質はどうか。出るかな、資質、総裁に向いてるか。ああ、協力者にあんまり恵まれない。ズバッと出ます。ああ、なるほど。資質、才能みたいな点では、とても素晴らしいね。この辺の3枚なんか、下の3枚は最高だね。120点満点みたいな。ほうでしょ？ね、信頼されて、こうみんなにこう教えるような立場よ。もう素晴らしい。戦車も前に進んでいく、ね、推進力みたいな感じ、実行していくとか。ワンドの6もさ、勝利とかさ、優位性とか、人に勝って、こう、それをこう保っていくみたいなさ。この辺とても素晴らしいんだけど、ちょっと欠けてるのが、協力者、それぞれの専門分野の人がこう集まってきてくれて、高市さん協力するわ、みたいな、そういう協力体制を築けないのか、そういう人脈に恵まれてないのか、その辺が欠けてる。残念。ここがね、構成チームこと素晴らしいんだけどね。ちょっと協力体制みたいなところで、ちょっと残念かな。対策注意点にカップのないと。もうちょっとなんだろう。優しい感じ？情緒的な感じっていうかさ。それで思い浮かぶのは新次郎さんとかね。なんかこう情緒的なっていうか。
ほんわかしたね。なんか、ツンツンより、なんか、優しい、優しい感じの方が、人がこう、協力しますって言ってくれるかもしれない。だからね、これ政治家だけじゃなくて、普通の一般のね、人たちとかご相談者様でも、いるけどね、なんで私は人に恵まれないんですかみたいな。ちょっと、ね、その、強そうに見えちゃうかなみたいな。なんて言ったら難しいけどさ、強そうとかツンツンしてとかお高く止まって見えるとか、そういう人ってなかなかそうね。もうちょっとさ、こう、一言何か人に頼むにしても、これお願いしますじゃなくて、下手に出て、あなたがこれをやってくれると、本当に助かるの私みたいな、もうこの一言で結構違わない？はい、これやってお願いしますと、あなたがやってくれるとすべてがうまくいくの。助かっちゃうわ。嬉しいわ。ありがとう。みたいな、この愛のある、まあ表面上でもいいんだけど、その言葉のチョイスとかね。まあテクニックでもあるけどさ、ね。なかなか、いや、私もなかなか日常生活で難しいけどね。うん。そういうのも必要になってくるんだよ。で日本国民のために働く外交手腕、党内の人望、国民に支持されるかどうか。皆さんはこう、下手に、こう、ほんわかした、愛情あふれる言葉で人を動かせてますか？結構大事よ、生きていく上で。本当にちょっとで印象が違うからね。YouTube のコメント一つ書くにもさ、玉木はこれをしなさい、これをしちゃダメみたいにパンって言うと、私もカチーンってカチーン食うけど、なんで命令さなきゃいけないのってなるけど、これをこうしてくれると嬉しいなーみたいな書き方すると、そう、なんか喜ばせたいなとか思うじゃんね。人間そんなもんなんですよ。単純なもんなんですよ。はい、日本国民を、相当の順は逆見たぞ。日本国民のために働くか。これはイエスですね。とても親身に優しく愛情深く働きます。外交手腕がちょっと微妙。うん、不平等さ。国によってなんか不公平感があります。党内の人望、ある。国民に支持されるか。はぁ、カップの7。微妙だな。なんか迷いのカードだね。うん。ズバッと出ました。まあまあまあ、おおむねそんなに悪くはないかな。キーのカードがソードの10の逆だ。うん。もし総裁になったら、なんか、いろいろ解放されるのかしらね。さっき、今のタロットさんから見た高市さんは制限だらけだ、みたいにあったけど、その制限から解放されるのかしら。国民のためにはめっちゃ働いてくれます。親切なカードが出てます。弱い者のために働いてくれるみたいな。外交手腕が若干三角って感じ。うん、弱いかな。党内の人望あります、うん。で、国民に支持されるか。これなんて読んだらいいんだろう。これさ、夢とか妄想とかさ、優柔不断とかなんか、いろいろいいものがあって、でもこれ夢幻なんだよ。選べないよみたいなカードなのね。支持される？うん、三角。別にめちゃめちゃ悪いわけじゃないけど、人によるかな。人によるとこが多いかね。うん。うん、三角って感じ。で、もし総裁になったら日本はどうなるか。総裁、つまり総理大臣になったら。日本はどうなりますか？ズバッと出ました。そうだな。点数で言うと50点。いや、もうちょっと上かな。60点くらいかな。最終結論があんまり良くない。でも途中までは非常にいいんだな。すっごいスピード感でいろいろやると思う。うん。あの、ソードのナイトにワンドの8でしょ。めちゃめちゃもう最初からトップスピードで、ぐわーっていろんなこと変えていくと思うの。変えたり、
前進させたり何か進めたり、もう目まぐるしいスピードでなんかグワって仕事すると思う。で、総裁になったら日本はどうなるか、環境に死神の逆、かなり変わるかな。憲法改正しちゃう、もう速攻そのくらいよ、多分速攻でやりそうだね。なんかね、なんだろう、かなりもう最初の 1,2 年とかでもうぐわーって世の中が変わるくらいのことをすごいするよ。ここまではいいんだけど、そこまではいいんだけど、最終的に迷走しそうなのよ。なんか目標があって、そこまではガーってトップスピードのまま、うわーって行きました、なんか成し遂げました、その先でんはてみたいな、次に何をしなきゃいけないのかしらみたいな、ちょっと立ち止まっちゃったりとか、そう、目標がよくわかんなくなっちゃったりとか、おやみたいな、そんな感じなので、意思をどこまで貫けるかみたいなのは、うん、最初に短距離走みたいにガーって行っちゃって、途中でプツンってこうね止まっちゃわないかみたいなのは心配かな。なので、まあ60点、まあ、もっと高くてもいいのか、70点。そう、後半が心配。で、総裁になったら本人の仕事運は、総裁になったらね、本人の仕事運、今さ、雨がザーって降り始めて、夫になんかしまってきてって、って言ってちょっと中断した。ごめんね、なんか、日常がこう、入り込んでて。大変よね、なんか久しぶりじゃない、夕立みたいな。政治のお話してるとさ、猫が寄ってこないねあんまり近寄りたくない話題とか、なんか なんだろう、猫がみんな寄ってこないなと思って、周りにはいるんだけど、こうテーブルに乗ったりしないなと思って。本人の仕事運、ズバッと出ました。大変そうだね。立場に死神が出ちゃった。いいことも100に振り切れて、悪いことも100に振り切れてる感じ。最初はなんか準備不足かもみたいな状態で始まるのね。でも、そのうち、符号のカードが出てるので、すぐにこう、仕事運では大成功と言っていいでしょう。うん。環境にも保護が出てるし、仕事で、多分周りから信頼されるとか、なんかこう、ね、偉い人たちっていうか、いるじゃん。わかんないけど、麻生さん的な。わかんないけど、適当に言ったけど、あのね、年配の先輩方とかもなんか味方についてくれたりして、助けてくれるんじゃないかなって思った。ただ、ご本人が、無茶しすぎて、例えば、お休みしますとか、うん、体調崩しちゃいましたとか、そういうのは心配ね。死神が出てるので、ちょっと、うん、病気とかさ、休養しますみたいな。あんまり聞かないけどね、総理大臣が。あるか。安倍さんもあったもんな。腸のやつで。体調は気をつけてほしい。無茶しすぎて体調不良みたいな。ただ最終的には冒険か安全をこう選択を迫られるみたいな。どうする？もっと冒険する？それとも、ちょっと、なんか結構無茶しそうなタイプだから、もっとこう平和な人生に行くみたいな、こう、どっちに行くみたいに最終的にこう迫られるかね。このままだとまた大変だけどさ、それやんのか。いや、もう、どうするみたいな、うん。はい。そうだね。だから、良い方にも悪い方にもこう、振り切れた感がある運勢ですね。仕事運ご本人。はい。対策注意点にね、貧乏カードも出てるしね。なんか精神的に、仕事しすぎてさ、仕事なくてじゃなくてしすぎて、いろいろ精神的に肉体的にこう、疲れ果てないかな、みたいなのは心配。それが一番心配かな。どうなん？男性と女性だと、この60代とかって、体力とか、
あるのかな、差って。どうです?世の中の60代の方とか、例えば70代の方とか。やっぱ男の方はスタミナあるわとかなのか、女の方変わんないよとかなのか、なんだろう。結構こう、うん、疲れそうだなと思ってた、高市さん。はい。です。では、こんな感じで、じゃんけんいきます。玉木じゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、最近グーばっか出してるダメだ。グーなので、パーの人のお菓子だよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。